博多北,北郵便局は、福岡県福岡市博多区大井一丁目にある郵便局である。併設している博多大井郵便局についても一部、記載する。前身となる、博多郵便局は、鉄道による郵便輸送の利便に鑑み昭和40年代に、九州旅客鉄道博多駅近くに移され、長く、福岡都市圏における拠点機能を果たしてきた。 しかし、建物が老朽化し耐震補強にも限界があったことに加え、九州旅客鉄道が九州新幹線全通を契機とした博多駅、博多口の再開発事業を行ったことを受け、郵便輸送の自動車、航空シフトも相まって博多郵便局を移転させ、跡地を商業施設として再開発する構想が持ち上がった。これらの動きを受け、まず、 博多郵便局が担ってきた福岡都市圏及び、長崎県壱岐市、津島市における郵便物周廃統括業務を新福岡郵便局として分離。その際、飯塚郵便局の業務も移された。ほぼ同時に周廃区域内の人口増加傾向が続いていた博多南郵便局から逆に一部業務が移管される。そして、 JR 側による再開発がほぼ落ち着いたことを受け、2010年9月21日、郵便事業博多支店が福岡空港近くの国有地に新築した店舗に移り、新たなスタートを切った。博多郵便局には、同支店の博多駅前分室が設けられた。併設された博多大郵便局は、郵政民営会以降では、九州発となる。 郵便局株式会社直への郵便局開局となる。2012年10月1日に郵便事業株式会社と郵便局株式会社が統合され、日本郵便株式会社が発足したことに伴い、博多北郵便局となった。旧郵便事業博多支店が退出した後の博多郵便局は2013年秋から隣接地とともに、 局舎敷地の再開発が始まるとともに、近隣の仮局舎で営業を続け、2016年4月25日より2棟の再開発ビルの一つ、JRJP 博多ビル1階に窓口専業の駅前郵便局として入居している。このように、JP グループでは、駅前にあった中心的郵便局を郊外へ移転させ、跡地を再開発する事例が昭恵時代から、 行われており、民営化してからより、活発化している。福岡県内では、小倉駅前にあった北九州中央郵便局が、小倉北区、三萩の近くに移転後、究極者は、窓口専業の小倉駅前郵便局となった。以前から周辺を含めた再開発構想があり、2016年3月に小倉駅構内に移転している。一方、東京都八王子市では、 八王子駅前にあった八王子郵便局が移転後、跡地で営業していた。八王子駅前郵便局が再開発によりビル内に入る形となった。東京都心では、右予曲折の末、東京中央郵便局局舎を再開発した JP タワーが2013年に全面開業した。名古屋駅前でも民営化のかなり以前に移転していた。 旧中央局跡地に残された分室ビルの再開発が進行中。その他、大阪でも仮とはいえ同様の事例が進行している。ありがとうございます。